こんにちは、のぶです。11月10日金曜日、引き続き名護市にいますということで、ちょっと歩きながらお話しますが、先ほど言ったツールド沖縄おそらくスタート地点になる港1丁目という交差点で、市役所のところの交差点が、確かこの辺りがスタート地点だと思います。ということで、いっぱい上りが立っています。準備が着々と進んでいるようです。市役所側も上りが立っています。ちょっと天気が悪いので本番どうなるのか。市民会館の大きい舞台ですね。市民会館の中もいろいろアセストイレだとかいろいろなものが準備されております。これはしっかりとした周りがあるので、来賓の人のテントだったりするんでしょうか。市役所側も結構テントが立っています。市役所側も準備が進められているんだと思います。言っておいて、鶴戸沖縄は感染したことは一度もないので、実際の雰囲気がどんなのか分かりませんが、写真とかで見る限り結構盛り上がっているような雰囲気です。ということで、鶴戸沖縄のスタート地点の沖縄市民会館、沖縄市役所港1丁目の交差点からお届けしました。ありがとうございます。